今日も元気です。元気には元気です。ごめんね、やだよね。これではない。これもなんか奥側、なんていうか隠れてるところって言えばいいんですかね。骨の口本体の方がなんかちょっと血がにじんでるように見えて。血の方。背中という背中側っていうか。背中側。背中側。どこだろう、背中側は。あ、あります写真みたいな。この、なんていうんですかね、この辺。あ、その辺、体の方。体の方。ほら、ここの、この位置。ちょうど羽が。これ、これ。それ何ですかね。これね、ここでさ、ここもついてますよね、なんか。そう、そこ多分。ここと、ここね。はい。こっちではないでしょ。もしかしたらですね、ここであの、ちょっと待ってください。先っぽの方だよね。お薬かなんか。うん、あのね、お水にね、ビタミン剤入れてたんですよ。それがついてるのかもしれない。出血した感じはないもんね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ごめんね、難しいんだけど、まあ今ちょっとこの根元の方を見たけど、まあ地肌は特に大丈夫そうなんで、外からついてるからさ。あ、じゃあ色、ただの色ですか。もしかしたらそうかもしれないです。あの先っぽについてるからさ、そんな出血してたらさ、絶対根元にどっか跡があるじゃないですか。うん、はい。それはなさそうだから、うん、ビタミン剤がついちゃったかもしれないね。よかった。すみません。いやいやいや。あの羽についてただけで床に血がついてるとかそういうことじゃないんです。じゃないんです。ここがちょっとあの私はちょっとこの、うん、固定できなくて見えなかったので、うん、確かにこれここついてますもんね、うん、でよくよく見るとここだもんね、うん、これにもここにもついてんだよね。その中に特にって感じじゃない。この中にはないないですね。よかった。もしかしたらビタミンがついちゃったかもしれないですね。ごめんなさいね。いえいえいえ、よかったです、これなら。はい、じゃあOK です。すみません。いえいえいえ。まあでもね、ちょっとよく見とってくださいね。はい。はい、で一応昨日書いてた時32グラムで今33だからさ、しっかり食べてますよね。はい。はい。そうか。よかったです。永田さん、ちょっとカルテちょうだい。ぐらいしかないよね。うん、あ、でも良かったです。なんか中が見えなかったので私の方で。まあじゃあ多分普通にだん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 に取れていくと思います。はい、わかりました。はい。まあでも気にはしとってくださいね。はい、いっぱい。そうですね。はい。昨日の
あれ持ってきてない、今日は。あ、今日持ってきてない、うん、あれつけといてくださいね、はい、一般人は、はい、要は体重とうんちの数を、うん、おかしかったらさ、うん、それが変わってくることがあるんで。そうですね、うん、はい、わ、はい、かりました。はい、すいません、いえいえ、とんでもないです。またなんか気になることだったら何でも言ってくださいね、はいはい、ありがとうございます、はい。